こんにちは、北塾代表石原です。今日は長野県ということで、長野県皆さん当然地理でやると日本アルプスということで飛騨、木曽、赤石やりますよね。山だらけというイメージだと思うんですけど、それ正しいです。もうガチで山だらけです。はい。で、どれだけ山だらけか、どれだけ山に囲まれてるか、で、そしてたまに盆地が少しあるかとか、そんなことをね、学びながら、また少し工業とか足していければいいと思います。お願いします。はい。長野県でございます。長野県はじゃん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 、じゃん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 って感じですけど、もう見てください。抹茶です。はい。もう日本で最強の抹茶具合です。なんかね、高知県の山のなんか面積率高いとかって話ありますけど、まあイメージで言えばね、長野凄まじいですよね。はい。どこに平地があるのかって思うぐらいですが、一応言っときますね。先に平地言っときますよ。実は信濃川から流れてきた川が2つに分かれまして、松本方面と長野方面でございます。長野盆地と松本盆地というのがあります。そして天竜川、有名天竜川は静岡ではなくて、実は長野の、ね、諏訪湖までずっと通っておりますので、ね、ここの諏訪湖沿い、そうごめんなさい、天竜川沿いに稲盆地という細いのがあります。ですからわずかな緑を探ると、長野盆地、松本盆地、稲盆地とあります。しかしそれ以外は全部、山です。はい。でただその山の位置も正確に書けないといけないので、それを順々にやっていければと思います。じゃあ基礎データいきましょう。旧国名言うまでもなく信濃ですね。よく考えたらね、信濃川ってね、新潟の、通ってるイメージですけど、当然ね、長野から来ないと信濃川に呼び方になりませんからね。長野から行くのが、長野から行って新潟に落ちていくのが信濃川ということになります。県庁所在地は長野で、人口多いのも長野でいいんですが、長野県やる際にはね、まあ、地元の人は知ってると思うんですが、長野と松本っていうね、二大都市ね、常に意識していなくちゃいけません。もう高校から何からね、長野、例えば県知事さん出すときは長野の人出すか松本の人出すか、高校もね、長野の長野高校、松本深志高校という、もう二大高校がいつもライバルなんで、この2校がいつも対決する感じです。はい。あとでそれぞれの盆地についての産業もやっていきます。面積、実は長野県すげーでかいです。4番です。面積ランキングいきましょう。はい。北海道、岩手、福島は誰でもわかるんですが、その後どうなのかということで、実は長野県が大きい。まあそれ以外のじゃあ新潟、秋田ぐらいまでちょっと、図で見てみましょうか。県の続きましょう。はい。北海道、岩手、福島、はい、それ以外にどこがでかいかと言いますと、ね、長野県が4番らしいですね。あとは新潟とかね、まあ、そんなのが多いと。まあ、それから山形とかね、秋田とかそんなのも多いよということで、ね、まあ今やってるのは長野で、1、2、3まで覚えて、長野覚える必要ないけど、長野がでかいということは、覚えなければいけません。はい。でかいからこそ、もしかしたらリンクして覚えやすいのが、もう一回データに戻りますと、はい。でかいからこそ、なんだ、県境も聞いて、まあ、そうは言ってもね、北海道なんか1個しかない、島だからさ。県境ないけど、これこじつけかもしれませんが、ね、でかいだけあって、県境も日本で最大の県境の数8個です。埼玉県なんかも7個かな、すごく多いんですけど、長野県唯一日本最大の8個なんで、これはよく出ます。県境も今の図でもう一回見てみましょう。はい。長野県の県境。だから知ってると思うのが、まず新潟だと思うんですね。言われてみればということで、富山。おお。群馬と長野はそれは接してますよね。だって高原野菜で一つだもんね。絶対わかんないのは埼玉でね。埼玉。で、埼玉を理解するには、埼玉県の動画かな？やってますが、神戸、滋賀だけ。だけというのがあって、こうか。山の名前なんですが、甲は山梨の甲。武は武蔵の埼玉の武、そして信は信濃の信ということで、長野県、山梨県、ごめんなさい、長野県、埼玉県、山梨県は境だよ。それを、そこにまたがってる山があるよって意味なんですね。ですからそう考えると、埼玉と長野は一応県境ということになります。さすがに東京を接してなくて、次は山梨になります。はい。そして、静岡。はい。愛知。岐阜。ね。全部で8個ありましたかね。新潟、群馬、埼玉、山梨、静岡、愛知、岐阜、富山、8個ですね。はい。なんかさっき言い飛ばしてたかもしれませんが、塗れば確かに8個になります。ね、この辺は地図上でね、ぐり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 ね、消える鉛筆かなんかで、線つけてれば覚えますんで、
この8個は覚えておいた方がいいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、長野県の地形は他の県の動画とちょっと違いまして、そもそも東とか西まず分けません。とにかく抹茶茶イメージを作ろうぜということで、飛騨木曽若石の山脈の場所、そして越後山脈関東山地、まあ、これはわずかにかかっている感じなんですが、これについて山を意識してください。結果的に日本の屋根、要するに日本の、ね、屋根と言われるぐらい高い、もうどこからどこ見ても高いところが続いています。はい、気候は中央高地の気候、ね、もうまさにね、雨が少なく、ね、冬は結構寒い、最低気温が、ね、マイナス何度になるのは北海道ですが0度ぐらいになる中央高地の気候ということになりますが、じゃあどれだけ山に囲まれて山の位置はどこなんでしょう。ちょっと白筋でいきましょう。まず、ね、飛騨木曽若石をできないとダメです、ね。はい、飛騨山脈、じゃあどこにあるんでしょうかというと、実は富山と岐阜の動画でも言ったんですが、飛騨山脈は、ね、決して長野の真ん中とかにはないんです。富山と岐阜との境に作ってあげれば飛騨山脈が完成するんです。ですから飛騨山脈ということで丸一、飛騨山脈を作ってあげます。 OK、はい、次、木曽山脈と赤石山脈、この時に、やってしまいそうなことが一つあります。決して悪いことではないんですが、ね、木曽赤石は縦に並ぶだろうということで、木曽をど真ん中に書いた赤石をこの辺に書いちゃうということがあると思うんです、ね。ところがね、さっき言ったように松本と長野という都市部をどっかに書き込みたいんだ、松本盆地、長野盆地というのをどこに書くの、しかも長野市ここなんだということは、長野とか松本のところを開けてあげないと、ここまで山通しちゃうとこの都市たちが埋まれなくなっちゃうんだ。だから都市部があるように山少し開けてあげましょうよ、上。それが正解なんです、ね。そうすると木曽と赤石の地、木曽っていうのはまさに、ね、長野県の地名ですから、木曽山脈は、こっちじゃなくてここなんでしょうということで、木曽山脈をこの辺に書いて上を開けてあげる、長野とか松本に上を開けてあげる感じ、はい。そして赤石山脈というのは実は、静岡県との県境になりますので、静岡はこの場合どこにいるのかな、はい、これか、はい、静岡との県境なので赤石山脈をここに書いているということになります。 OK、はい、でこれで結構山があるんですが、さらに越後山脈と関東山地を埋めてあげなければいけない。で越後山脈は新潟との境に書いちゃいたいんですが、実は越後山脈というのは新潟と群馬を隔てる越後山脈なんで、それの、残りかすみたいな感じで越後山脈はこんな感じ、はい。そして関東山地は最後に、関東山地なんで関東と分けなしいけないんで、これ群馬か、群馬県との、境目な感じで関東山地が大体こんな感じということで、ものすごい数書いちゃ大変なことありましたが、長野県は日本アルプスの飛騨、木曽、赤石、ね、県富山や岐阜との県境の飛騨、そして山梨との県境の赤石、あ、ごめんなさい、山梨じゃなくてすみません、静岡との県境の赤石、そして木曽は、まあ、真ん中なんですが、上に書いちゃうと、長野市や松本市が生まれないから下の方に書いてある。そして、新潟と群馬の県境の越後山脈がこっち来てる。そして最後、関東山地の残りかすがある。という感じで、山だらけということを意識してください。じゃあ文字に戻りますと、結果的にさっき見たように全体が高くて日本の屋根で中央高地の気候になるというのが総論です。でここから分けていきましょう。はい、西側ということで、まず飛騨山脈と御嶽山を行きます、ね。長野があった場合に富山や岐阜との境に飛騨山脈を書いてあげると正解が起きます。はい、御嶽山、大体どの辺にあるかと言いますと、まあ、大体真ん中ぐらいかな、うん、まあこの辺だということでいいと思うんですけど、御嶽山なんでこんな山を埋めなきゃいけないかというと、別にね、日本で何番目高いとかそういう話じゃないんです。これは100人ほど亡くなっちゃったんですね、最近です。令和じゃないけど平成の終わりの方ですね。普通にですよ、皆さんの学校の先輩とかぐらいが全然生まれてるような時代なんですが、噴火してしまいまして、なんだっけ、自転車ぐらいの大きさの石が降ってきたのかな。もうみんなそれに当たって死んじゃったということで、大被害が出たんで、地理上悪い意味で有名になっちゃいました。御嶽山ということで、ちょっとね、激しい噴火があった山です。これが西側。
はい、東側です。今度東側は越後山脈関東山地があったの、これさっきやったと思うんですが、ね、八ヶ岳と浅間山の場所ちょっとチェックしてみましょう。白地図です。はい、浅間山と八ヶ岳が基本的に群馬と長門の関係で食い込んでるところを見つ、食い込み合ってるところを見つければできます。要は、こことここなんです。簡単に言うと、まあ、細かいことは別としてね。はい。群馬の方は食い込んでる。これは群馬県の浅間山です。ですから、有名な嬬恋村という高原野菜作るところは群馬県のこっちの村になります。一方で、長野県が食い込んでるのは長野県側の山だから八ヶ岳なんです。OK。そう考えればわかるでしょ？八ヶ岳は長野県として指定している。浅間山は群馬県として指定している。ということは、群馬が食い込んでる側が浅間山、長野が食い込んでる側が八ヶ岳です。いつも皆さんは大体多分、長野県の北イメージかもしれませんが、実は浅間山の上なんで、これ間違いないです。これ間違いないと全部ダメ。OK。ね、ここでいわゆる高原野菜の場所ということで、明らかに東側だよね。東側の地名として浅間山と八ヶ岳を押さえていきましょう。後ほどお野菜の時とか、ね、浅間山の逆側、長野側のお野菜作っている菅平なんていうのもここからやっていきます。はい、次行きましょう。はい、じゃあということで、先ほど言ったようにね、長野県の中で発達している場所を開けてあげるために飛騨山脈を書いて、木曽とか明石は下の方に書いていく。要するに、ここが少し空いています。実はここに大きな都市である長野市と松本市。盆地で言うと、長野盆地、松本盆地があり、そして諏訪湖というのもあります。ちょっと白地図でもう一回行きましょうか。はい。要は、新潟の方から信濃川が流れています。いいですか？で、長野県に入ると、信濃って長野の名前なんだから、信濃川でいいはずなのに、なぜか千曲川という名前に変わっちゃいます。信濃川でいいよね。だって、まさにね、長野なんだからね。新潟の間で信濃川なのに、こっちで名前があるの書いておかしいんですけど、千曲川という現地の長野ネームに変わっちゃいます。いいですか？この千曲川がさらに、まあ、千曲川はこっち行くんですが、西川というと難しくて書けないぐらい、漢字なんかいらないからね。西川というのになります。そこに生まれたのが松本。OK。千曲川が長野。そして西川になると松本。というふうに覚えてください。いいかな？はい、でこのようにここに松本盆地と長野盆地が生まれまして、ね、それぞれ、まあ、長野盆地は果物、松本盆地はお米を作るということになります。であと諏訪湖を覚えましょう。で諏訪湖はですね、基本的に松本盆地のちょっと下ぐらい、諏訪湖はここにあるね、湖の諏訪湖があるということで、このエリアがね、どっちかといえばね、人が多いところだから、だから山脈とか置いちゃいけないんで、飛騨山脈は県境にね、木曽山脈、赤石山脈は下の方に置くということで、ここをすっぽり開けるくせね。そうすると長野県の地形の関係が分かってきますね。これはあれだったよね。浅間山だったね。これが八ヶ岳だったね。そういう感じで分かってくると思います。で、なんかやらしきれいな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。それで、念頭見ますと、諏訪湖はその後どうなのかというと、諏訪湖からシャーって川が流れまして、これが静岡に行く天竜川、真下です。OK ね。そして諏訪湖の周りとしては有名なのは、岡谷と諏訪があります。諏訪湖の周りの名としては岡谷と諏訪があって、どっちが上かってことで、よく、ま、皆さん間違えちゃうと思うんですが、岡谷はあいうえおだから、あ行だから上、諏訪は作業だから後ってことで、岡谷と諏訪って間違いないように覚えてください、ね、天竜川は諏訪湖のおしっこみたいな感じで、静岡の方に流れてきます。いいかな。じゃあ もう一回では文字の方に戻りましょうか。今言いましたように、信濃川が千曲川なり、そして千曲川が西川に分かれるんですが、長野盆地は果物、松本盆地は米ですね。福島県でいうと福島盆地が果物、郡山盆地は米みたいな感じで、ね、同じ川の系統なのに、しかも同じ盆地なのに、片方は盆地によくある果物、片方は盆地なのに米というのが、特徴があります。これ西川という難しいですね。あと諏訪湖はさっき言った岡谷と諏訪、岡谷の方があいうえおだから上になりまして、まあこの後やりますが、時計とかの精密機械を作ったりするとか、ね、諏訪湖から天竜川に、真下にね、お水が流れる、この位置関係をチェックしてください。じゃあ次、はい、南部を整理します。先ほど言ったように、長野県の北部は長野とか松本のためにちょっと場所を分けなきゃいけないんで、木曽山脈、赤石山脈は
どっちかといえば下になってきますね。木曽山脈、明石山脈ということになります。はい、そうするとね、どっちが左右入れかなということで、右左分かるかなということで、木曽は長野の名前ですから、当然長野の、ね、中心になる。明石は県境ですから、ちょっと下になるという感じになるんですが、木曽山脈と明石山脈の間にとあるものがあります。こんな形で面白いんですが、それが稲盆地ということで、結構今人が多いんじゃこう、稲盆地って。すんげえ細いです。あ、これちょっと俺の絵が汚い頃ですけど、地図を見るとこんな細い盆地なんですけど、結構人が多いし、ね、高校とかもそういうこと有名な公立高校とかあったりして、結構栄えてるらしいんですね。これはちなみに何、どうなるかというと、先ほど言った諏訪湖。諏訪湖沿いに、諏訪湖から天竜川が流れね、静岡に。そこ沿いに生まれた盆地ですね。先ほど諏訪湖を、ね、上の方に書いたと思うんですけど、そこから天竜川流れる時にできてきた盆地で、これ稲盆地で結構有名ですね。細いんだけど、工業とかもあるし、人も結構多い場所、ね。これどこに書くかというと、木曽山脈と赤石山脈の間に細い盆地として書いてあげてください。これが南部の地形ということになります。はい。じゃあ、産業行きましょう。農業まず米、まず見なきゃいけないんで、米はね、長野盆地は果物だけど、松本盆地は米ということでね、松本盆地ね、盆地なんで夏は暑いからお米が育ちやすいって理解でいいんだと思います。一応松本盆地はね、盆地の米も棚田といってしてね、こういう段々畑の米場みたいなね、棚田も有名だっていうことで本に載ってたんで一応書いてました。はい。じゃあ松本盆地が米だったらライバルの長野盆地はということで果物を作ります。長野といえばブドウ。桃、リンゴ、まあ、ブドウが一番有名だと思うんですが、ランキング上どうでしょうか。ブドウ見ましょう。はい、長野県のブドウは山梨に勝てないけど2番目のところですね。あとは3番目、岡山は緑のマスカット、まあ、山形なんかも長野は2番、それ以外は、はい、リンゴは青森が鉄板で1番続いて長野2番、すごい長野2番連続続きました。ほい、桃はということで、桃も実は3番ですね。しかし試験上は桃の3番を覚えてる人はあんまりいないと思うし、それはしょうがないと思います。リンゴの2番、ね、青森、長野、ブドウの山梨、長野、これはもう鉄板なんで覚えてください。桃は覚えれなくても構わない、はい、このぐらいやってるのはどこかというと松本盆地じゃなくて長野盆地、ね、で果物を作っています。じゃあ野菜いきましょう、はい、野菜はまず当然長野県ですから高原野菜、ね、高いところで作ってる、ね、抑制栽培、ね、本来だったらね、こういう時期に何月に出荷するんだけど、ここは涼しいからその時期を遅らせる抑制、逆に遅く出すね。例えば、春ね、出すと、この野菜は市場ではありあふれちゃってあまり高い値段つかない。だからうちは涼しいから逆に6月頃に出す。そうすると市場でおお、こんな野菜今食えるのありがとうということで高く売れるんじゃないかと、こういう工夫が抑制栽培ということになります。高い場所、ね、涼しい場所で作ってね、高冷地農業を取ります。この時にですね、じゃあ何が抑制栽培の対象かということで、お野菜を勘違いする人がいます。レタス、白菜、キャベツを同じだと思っている人がいるんですが、地と違います。ランキング行きましょうか。はい。まずレタスです。レタスは確かに長野県が一番です。ね。そして、多分これも高原作ってる群馬。ね。群馬もいます。だからいいんじゃないですか。これは確かに、話の対象、抑制栽培の対象、長野県でレタスを作ってます。次。白菜。白菜も2番が長野で3番群馬ですから、どうもこれも高原で作ってるっぽいから、白菜もお話、今やってるお話なんでしょう。しかし、キャベツ、はい。群馬はいますが、長野は姿も形もいなくなりました。しかも、ね、愛知とか千葉といって、ちっとも寒いイメージがないところ、むしろ平地も平地のところが出てきました。はい、要は、キャベツというのは、ね、レタス、白菜、キャベツ、ぐっちゃり引き出してると言いますが、キャベツってあれだよね、とんかつとかの千切りに出てくるやつだけど、キャベツは決して寒いところ大好き人間ではありません。ね、キャベツはどっちかといえば、近郊農業といって、大都市に近いところで作るやつであって、決して、寒いところで抑制栽培をするのが大好きなもんじゃないんで、白菜とレタスで覚えてください。はい、レタスと白菜を、高原野菜、高冷地農業として覚えて、キャベツは違うんだってことね。近郊農業で大都市のそばの愛知や千葉が強いんだってことでよろしいでしょうか。はい。で、ね、せっかくなんで、菅平というね、まあ、スポーツやってるとね、お兄ちゃんとかがね、ラグビーとかサッカーとかやってると知ってると思うんですけど、夏ね、高校生、大学生、合宿行くってことです。なんで夏行くかっていうと、夏東京、大阪暑いから。
で、バテちゃうから涼しいところで鍛えようということで、すごいスポーツの聖地みたいに言われてるんですが、受験場はですね、たまにやっぱりこれも高原野菜としています。で、やだな、新しいところ覚えるの、ね、せっかくね、長野県といえば八ヶ岳の野辺山ホール覚えた、群馬県といえば浅間山の妻子を覚えた、新しい宿と思うかもしれませんが、新しくないんです、簡単です。ちょっと足を敷いていきましょう。皆さんが覚えているのは、とにかく八ヶ岳の野辺山原と群馬県側の妻越村、浅間山の妻越村だと思います。もう一回いきますよ。群馬県の山なんだから、群馬の出っ張り気をつけて、ここが、ね、浅間山で、そして、妻越村ですね。一方で、長野県の山が八ヶ岳なんですが、ここが八ヶ岳で、そして、山、名前で言うと野辺山原ですね。村の名前で言うと。はい。じゃあ、菅平って今増やしやがってと思うかもしれませんが、考えてください。ここにしか来ないよね。群馬県がこう突き出てるんだったら、長野県側もなんか同じだと、ここからさ、1メートル行った土地と、ここから1メートル行った土地と同じじゃないですか、やってること。ということは、ここにあるんだよ、菅平っていうのは。菅平、長野県側の菅平っていうのは、浅間山のふもと、妻越村の顔向かいのところに菅平っていうのがあって、ここも高原野菜作る。簡単ですね。八ヶ岳のところと、浅間山は群馬県の地名だから、それの向かい側で作ってね、そこは高原野菜。ということで、こういうところで白菜やレタス、キャベツじゃないからね、を作っているということになります。はい。で、農業終わり、水産業です。海ありません。ね、海がないから、あんまりないですけど、ゼロかというと、例えば奈良県で金魚さんを作っているように、長野県では柵というところ、まあ、場所までいいと思うんですけど、要するに、まあ、さっき言った八ヶ岳にどっちかというと近いところです。はい。で、ところで鯉を作ってます。まあ、これ結構有名なんでね、柵の鯉というのは知っておいてください。はい、じゃあ林業です。長野県といえば木曽木の木、ね、木曽というのは長野の名前ですから、さっき言った木曽山脈は長野の真ん中の方でしたね。はい、三大美林ということで、日本の三大美林ね、他の県の動画でもやってますが、天然三大美林は全部日本の北側にあります。青森ヒバ、秋田杉、あるいは津軽ヒバ、秋田杉、そして木曽ヒノキ、間違えちゃいけないのは白神山地を時々言いちゃう人いいんですが、ね、白神山地は誰も手をつけちゃいけない森林として人気があるんですから、切って材木にしちゃいけません。林業っていうのは切って商売に使うってことですから、白神山地の木を取ったら捕まりますからね、そのとしちゃ絶対いけません。ね、天然三大美林。じゃあね、人工三大美林はってことで、ここよりも南のものを燃やしてもらえばいいです。はい。木曽は長野で真ん中。長野でも長下の方は天竜杉。ね。長野から静岡の間は天竜杉。三重県の尾鷲ヒノキ、奈良県の吉野杉ということで、南側が、人工の三大美林になります。林ということで、長野県でしかね、やる機会ないともやっておきますが、よく言われるのは、東日本の林は、国有林、公有林、つまり個人が持っていない国とか都道府県の林が多いんだ。それに対して、西日本は私有林、個人が持っている林が多いんだ。この違いは何でしょう？考えると、ね、どうも現代人は忘れがちなんですが、日本ってもともと西日本、東日本、どっちが中心だったんですか？というと、ようやく明治時代に天皇さんがこっち来てくれたから、一応政治の中心も東京ってことになりましたけど、それまで都は平安京だよね。700何年から江戸時代の終わりまでずっと都は京都ですよね。そうですよね。ということは、どう見たって西日本の方が発達してたんだよね。東日本は田舎だったわけですね。ということは、西日本の方は有力な昔という貴族とか、あるいはその後武士とかそういう人がいるから、私有林、そういう個人が持ってたものが多い。とか東日本の方は、まあ、ただの土田舎が多かったから、国有林、公有林が多いと。こういうふうに覚えれば間違いないと思います。いいね。はい。長野県の工業になります。はい。長野県の場合は、昔こうだった、今こうだった、最新はこうだっていう3段階でいければというふうに思います。昔は長野県も、蚕さん、ね、蛾の幼虫を育てて、養蚕、要するに繭、白いものを作ってた。そして養蚕から糸を作る製糸業というのが多かったです。この後結局着物とかを作ってたんですね。しかしながら、ね、戦争あたりを挟むと着物を作ると言ってもなかなかですね、売れないということで、糸を作ってもしょうがない、さらに言えば蚕を作ってもしょうがないということで、こういう産業はダメなんじゃねえかというふうな話になってきました。じゃあ何やるかと考えた時に、長野県の武器としてあれだけ山が多いですから、綺麗な空気、そして水があるじゃないかという問題。そしてですね、長野県山の中ですからね、戦争中ですね、東京や大阪にね、工場を置いとくと、アメリカに殺されちゃうわけですよ、簡単に言うと。アメリカが、こいつら武器作ってんじゃないかってことで、攻撃してくるわけです。ですから、長野県の森の中に隠れちゃえば、なかなかアメリカ見つけれないじゃないですか。
飛騨山脈なめんなよって話じゃないですか。当時のね、何十年前のね、アメリカの技術で飛騨山脈の中の工場は見つけれないわけですよ。だから山脈なかったら大げさだけど、 山が多いから見つけれないですから、長野県には機械工場が都会から移転してきたんです。そうすると機械を作る技術があるし、きれいな空気と水があるじゃないですか。何か作ろうぜってことになりました。そこが作ったのが精密機械です。時計とかそういうやつです、ね、時計とかなんできれいな空気と水がなしきゃいけないかというと、汚れが入っちゃった瞬間に時計ってぶっ壊れちゃうんですね。ちょっとでも汚れが入ると時間とか合わなくなっちゃうんです。ですからそういうこういうきれいな空気と水がなしきゃいけない、しかも機械を作る技術からこれ一番活かせるのが精密機械ってことで、時計とかラジオとかそういうものをまず諏訪湖の周りで作りました。これが岡谷と諏訪湖ですね。岡谷と諏訪、岡谷の上で諏訪が下ですね。これが第二段階です。これが戦前第二段階で、さらにですね、自分らが中学受験した頃はこのぐらい止まってたんですけど、今はね、その先に長野松本という長野県の二大都市がやっぱり自分らもなんか工業やるぞって出てきたっていう入り替えていますが、それがコンピューターや電気機械という今風のやつ、あるいは電子部品という、まあ、まさに今風のやつですね。だから同じ機械といってもちょっと昔な感じするじゃないですか。時計とかラジオって言われると なんとなくなんていうかな、おじさんたちが好きなものってイメージがあるじゃないですか。それに対して今のまさに、まあ、IT 関係のものを作るのが長野松本ってことでね、繭を作ってた時代、そして、諏訪湖周辺のなちょっと前の機械の時代、そして長野松本の現代の作る時代、ああ忘れてた、細マッチョって書いてきましたけど、細い、さっき言った覚えてる、稲盆地という細い盆地の中心都市、稲なんかも長野松本稲なんか、要するに今の都市は作ってるのはこういうものになるね、いう感じ。この3段階の分かり方ね、眉から時計系、そして、現在系になったというのが長野の工業の変化になります。これと対照的に気をつけてほしいのは、北関東群馬や栃木は同じようにこの眉ね、眉とか織物の系統から自動車に変わってますんで、そこは違いますね。万が一ね、御三家と言われるクラスの学校で記述が出た場合は、これはね、交通の発達の違いだと思います。群馬、栃木っていうのは、長野よりやっぱり交通が便利、東京に近い。そうすると、なんかね、製品とかの輸送もすごくしやすいから、自動車を作るんだというふうに言われてますけど、長野はやっぱり遠いですからね、そこまでね、物をたくさん運べないんで、こういう小さいものを作ったっていうような理解でいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これ工業です。あとは観光です。じゃーんってことで、これ善光寺なのかな、ちょっと自信ないんですけど、あれ善光寺ってこんなだっけな、多分うちの、スタッフが間違えてないけど善光寺なんですが、有名なお寺善光寺までってありまして、これは長野県長野市なんで、さっき言った長野の場所なんで特に記入する人はない。で、軽井沢っていうのはどっちかといえば八ヶ岳のそばのイメージです。そこまで通じてない。避暑地、有名な天皇陛下とかも避暑を取るような場所になります。あとは観光というか長野県の名物ということで、お味噌ですね。長野県はね、まあ米とかそんなできないんですけど、ね、なんかまあなんていうかな、発酵食品、要するに保存が強なものを長野すごいよく作る県で、まあ味噌ね、理由はそれ以上問い詰めらんないんでね、味噌の生産日本一では知っといてください。はい、そんな感じで、あとはウォンズやって終わりです。はい、長野県のウォンズ何かというと、中央高地の方です。雨が少ないかどうか。少ね。いいね。なんか俺、ウォンズ好き嫌いがありまして、年によって当たり年、外れ年、当たり年でね、中央高地といえば雨少ない。少ね。もうちょうどぴったりじゃないですか。ね、東京が1400なのに対し、1000いってないわ。もう完全に少ないです。なんかもう、教科書を作るために出てきたのがウォンズです。はい。で、温度、ね、寒い時期を見たときに0度前後、これが特徴。北海道はもっとマイナス5度、6度なんですが、中央高地は0度前後、ね。東北の一部もこうなりますが、雨こんな少なくありませんから、これ中央高地に行こう、ね。一方で同じように雨が少ないという瀬戸内は、最低気温がどっちかといえば5度よりも上回る。1月でも10度近いとは言わないけど、上回るんで全然違う、ね。逆に沖縄なんかは最低気温も20度が全然違うんですけど、もう典型的な中央高地ね。寒い時に0度前後、雨がバカみたいに少ないということで、はい、ウォンズ、これはもうぴったりね、長野なのか、あるいは岐阜なのかとかっていう感じで答えれればいいと思います。はい、長野県ね、もう山、とにかく覚えてきてくださいね。山の位置ね、かけるとその間の盆地とかもかけてきて、結局都市の場所も全部わかるって感じで、辛いんだけどやればやるほど位置関係わかるようなのは長野県だと思いますので、頑張っていこうということです。以上です。